インパクト投資と、えー、男女平等、ジェンダイクオリティということの仕事をしています。あの、インパクト投資というのは利益だけではなくて、えー、世の中を良くすることにお金を使う人や企業にお金を出すことです。 ミャンマーであったり、ベトナムであったり、または、あの、インドであったり、実際に村や、あの、田舎の方の町などに行って、いろんな人と話をすることが非常に、あの、一番学びが多いかなと自分では思っています。例えば、あの、教育が受けられないところであれば、そういうところに行って何が問題であるのか、どうしたらいいのかというのを、あの、地元の人と話をしたり、一緒に考えることができるっていうことが非常に、この仕事の魅力だと思います。 あの自分ってどういう人間なんだろう、えー、自分は、えー、何をしているときが一番幸せで何をしたいんだろうっていうことを時々考えてみることがすごく大事だと思います。<music>